2010年ザ・ワールドへの選考に成功ば。早速2つ目のクロノコアの反応があったわ。場所はマクアヌのカオスゲート。すぐに行って。マクアヌのカオスゲートに行けばいいんだな。カオスゲートでクロノコアの反応があったんだよな。あそこにいるのはカイト？ここにいるってことは、次のクロノコアの持ち主はカイトなんだ。君は誰？え、何言ってるんだよ。俺だよ、カイトに助けてもらった。バカね、あんたがカイトと会ったのは2020年。今はその10年前、2010年なのよ。カイトがあんたのことなんて知ってるわけないでしょ。今の彼はまだドットハッカーズと呼ばれる前、ログインして日の浅い初心者よ。カイトが初心者？
俺の体から聞こえてる。これは僕の腕輪が共鳴してる。腕輪が君を示してる。腕輪どこに？カイトは腕輪なんてしてないよな。そうか、君もあの女の子に会ったんだね。何のこと？よくわからないけど、時をチャンスよ。司の時みたいに親しくなれば、クロノコアを手に入れやすくなるわ。うん、わかった。そうなんだよ、女の子に会ってさ。俺は時を冒険に行くなら俺も同行させてよ。いいよ、じゃあこのエリアに一緒に行こう。僕はカイト、よろしくね。よし、マクアヌのカオスゲートからエリアへ行こう。了解、すぐ行くね。やったー、勇者カイトのアドレスをゲットしたぞ。ワンテンポ遅れて嬉しさがこみ上げてきた。ザ・ワールドに入って本当によかった。張り切ってエリアの奥に進もう。ん？あれ、さっきは気づかなかったけど、カイト元気ないみたいだ。どうかしたのかな？冒険らしくなってきた。そうだ、こっちだ。いい感じだね。疾風掃除。あのさ、カイト、何かあったのか？
え、そうだね。うん。君、うん？ここは僕が友達のオルカと初めて冒険したエリアなんだ。僕らはここで正体不明のモンスターに追いかけられている女の子に出会った。そして僕は女の子から腕輪を託されたんだ。けれどオルカはモンスターに襲われて。僕は彼を救う手がかりを探してここに来たんだ。そうだったんだ。なんか一人で浮かれて恥ずかしい。Hey!
やっぱりこのエリア自体に変わったところはないか。ん？あれ？倒したはずのモンスターが動いたような。これがあの子に託されたデータを変革する腕輪の能力。どんなモンスターでも倒せてしまうデータドレイン。だけどこんなものもらっても僕にはどう使えばいいかわからないんだ。あ、誰か来る。違法なチート PC があちこち嗅ぎ回っていると聞いたが、どうやら貴様らのことらしいな。違う、僕は。最近ザ・ワールドのあちこちでウイルスによる被害が発生している。面白半分にウイルスをまき散らし混乱をもたらす貴様らのような連中を俺は許すわけにはいかない。おい、カイトが違法ってなんだよ。適当なこと言うな、羽野郎。使用にないスキルでモンスターを倒した。どこが合法だ。うん、弱っ。今は貴様らがウイルス事件の犯人であるという確証はない。だがいずれ証拠をつかんだ、このバルムンクただでは済まさん。なんだよあいつ偉そうに。カイト、あんなやつの言うことなんか気にすることないよ。タウンに戻ろうぜ。カイト、俺でよかったら何でも協力するよ。ありがとう、トキオ。それじゃあ、またね。初心者時代の勇者カイトか。俺を助けてくれた時とは別人みたいだ。すごく参ってる様子だけど大丈夫かな。大丈夫かって、あんた自身は大丈夫なの？あんな羽男にあっさり言いまかされちゃって。所有者の時間データを復元しないとクロノコアは出現しないんだから、
んたが所有者をちゃんとフォローしなきゃダメでしょうが、このバカ時を。でもあれは正論言われちゃったから。もうしっかりやってよね。ま、そろそろお風呂の時間だわ。は？じゃ、私が戻ってくるまでに2つ目のクロノコアを手に入れといて。理不尽だな、毎度のことだけど。とりあえずグランホエールに戻ろう。